の作業してくるか。変装しよう、珍しく。戻りました。来ました。最近さ、起きるときめっちゃ重ない？なんかもうね、さっきすごかった。知らない人物なら一回。でも知らない人物もあるし、しばらく知らない人物から戻れない。見た目カスタムして、こんにちは。なんか買いますか？あ、なんかちょっと待って。はい。あ、じゃあ違うか。コンパクトカーの、あ、はい、あ、なんとかパトロールみたいなやつ。コンパクトカーのなんとかパトロール。はい、ああ、あれですよね。白いやつ。はいはいはい。ちなみにフルスモークの車ってあります？フルスモーク、で、ああ、前がってことですか？そう。前が黒いのはちょっとわかんないですね。なかなかないと思いますね。でしたら、その、なんちゃかなんとかかんたかパトロールで。はい、わかりました。1台入れてきますね。ねおちもちもちしてくれるの？ぷいぷいん、ひがぷいん、ぷいん、ホールシーッ。ありがとうでーす。助かりました。もしフルスモークの車を見つけたら教えてください。はい。なしばさんですか？はい。あ、よかった。ちょっとあの、今度カジノの車のことでちょっと聞きたいことあって。そういえば、そうだ。すんげえ前にお願いされたじゃないですか。はい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 。あれ、俺出したんですよ、もらったやつをね。はいはいはい。出したら、うちの社員がカスタムした車出てきたんですよね。でも、いや、カスタムっていうか、うちの社員の、ステッカーとか貼られたカスタム済みの車が出てきたんですよ。はいはいはい。で、これなんだってなって、マジでわけわかんなくなってて。了解です。はい。ちょっとそれで、あの車の出所とかわかるのかなって、これ知っていいやつなのかなっていうのを確認したくて。犯罪の。ただブースティングですもんね。ブースティングの限定車。そうなんですよ。ただもうカスタムがされてて、めっちゃ細かく。そう、それ引き取ります？あ、もうそれを出します。逆に。うちの人にそのお金をあげるみたいな。あ、そうです、そうです。ああ、全然それも。でもいいっすよ。多分、相当前なんで。そうなんですよ。で、それをいつか聞こうと思って、全然会えなくて。なるほど、なるほど。はい。あ、でもよかったです。オッケー、じゃあちょっと時間の時に取り行きますわ。はい。本人も覚えてないって言うんですよね。もうだってだいぶ前ですもんね。はい、了解しました。また。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。こいつを男にしてやってほしくてね。うん。男？うん。うん。今男の子じゃないの？男の子だよ。もっと、もっと男らしくしちゃうの？もうエンジン積み替えとかもガンギャンガンギャンにして。じゃあ川上さん呼んでくる。うん。うん。川上さん。あ、でも、あ、これサップできない車だな、多分。え？一応ちょっと見ますね。確かね、この車は過去に一度似たような流れがあって、これ電気自動車のはずで。そうなんだ。ちょっと見てみます。すいません、ここで事件の通報があったのですがっていう人が。思想犯か。あ、ダメです。これ できないって書いてます。男になれないじゃん、ね。男にしてあげれない。めめしいやつだよ、こいつは。ああ。あれ？何さんですか？ポリス。私ですか？警察ですよ。はい、警察だね。警察の方。警察のなしまです。なしまさん。はじめました。佐藤はじめましてかもしれない。あ、本当かい？佐藤が来た。ちょっと待って、名前出てなかった。はい。佐藤が来た。え、こんにちは。どういうテンションなんですか、それは。
どういう、オールマイト的な、なんか元気な、そうそうそう、あ、そういう、あ、砂糖が来たって感じの砂糖だ。好きなんすか？え、あんま知らない、もしかして、うん、嘘でしょ？多分知らないかも。すごく好き、すごく好きだけど。じゃあ、じゃあ、ザ・デイ言っていいのか分からなくて。え、そんな、そんなあれですか、うん、A2 分かんない。ヒロカ好きって言ったら結構しばかれるんですか？いやいやいや、全然大丈夫。砂糖はヒーロー2を歌ってるよ。あ、そういうこと？うん。じゃあ、すいません、僕にはよくわかりません。ザ・デイで。ほんと？フルスモークの車ってないですか？フルスモーク？ブルースモーク？フルスモークできる一般車を探してて。フロントも？フロントが特に。今のところテザラクトがいないんですよ。怖っ、ちょっと。わかんない。俺見たことないな。探してるんですけど、なかなかこのまるで一般人みたいな車を探してて。警察なのに？そうなんです。やっぱこう民間に紛れるやつらがいるんで、ランク7のナシマです。おとり捜査を禁止されているはずでは。これおとり捜査じゃないんですよ、実は。ああ、なるほど。正々堂々とパトロール、これ書いてるでしょ、パトロールって。あ、確かに、パトロールプロテクションオフィサー。そう、超警察っぽくないですか？まあ確かに警察っぽいですね。つなげる、ジェフリーさんって知ってますか？あ、知ってますよ、知ってますよ。BMC の最近見ない方のジェフリー。あ、そっちのジェフリーさんじゃない方のジェフリーさん。最近見ない方のジェフリーさん。はい。知らない人ですね。Excuse me って言ってくる方。誰ですかそれ？ああ、っていう方がいて、その人も、私は警官ですってずっと言ってるんですけど、なんかアメリカの方の警官ですって言い張ってて、英語、実際にこの街の警察官ではない。っていうジェフリーがいるんですか？はい、そのジェフリーさんは、この車を買ってきて、この車を最強にしてくださいって言ってきたんですけど、電気自動車だとしてショックを受けて帰りました。ああ、ジェフリーさん。あ、佐藤さん、この車いります？え、車？うん。くれるなら砂糖はもらうぞ。ハッピーバースデー。今日何番ですか？本当に？なんで？レミシーからいらないの？そう。いや、すごいいい車だなと思ったんですけど。うん、いい車な気がする。すごい佐藤さんの方がよく似合うなって。本当にいらないの？はい。佐藤が来たって言うなら、うん、こういう方がいいのかなって。お疲れ様。ちょっと乗ってみてください。やったー、佐藤が来たー。ちょっと出し送ったんで出してみてください。あー、来てる。あれ、来たー。嬉しい、来たら嬉しい。これ嬉しい、来たらこれで佐藤さんがぜひぜひ。本当に？はい、これも何かの縁です。わかりました。はい、なじまさんはいつも警察にいるの？あ、今日は退勤してて、うん、ちょっと、ああ、そっか。そうなんです。出勤がなかなかできないというか、しないというか。ああ、そうなんだ。そうなんです。だから出勤してる際は、もし有事の際は、すぐにおっしゃっていただければ。わかりました。じゃあ連絡を送るね。あ、ぜひぜひぜひ。はい。送ってきました。はいはい。あのさ、ラルさんの時にさ、いたね。おんぶされて、ケツに、オープニングイベントの角刈りの時。はい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 、そう、多分別の人ですね。あ、別の人？あ、そっか。多分オープニングの時にオンボされてないかもしれない。うん、多分一人同じお顔の人いる？あ、なんか色違いいますよ。あ、そっか、そうのか、そうだったかもしれない。じゃあごめんね。いやいやいや。じゃあぜひ楽しんでください。うん、ありがとうだよ。それでは、はい、またいいやつも見つけたら持ってきます。スワップ川上さんが。事件が見つかったら、うん、事件があったらいつでも協力しますので。はい、ありがとうございます。また来ます。よろしくお願いします。待ってね、ポリス。では。だから今日は私もう寝ようと思います。あ、わかりました。じゃあまた、ご苦労様でありました。ご苦労様でした。ご苦労様です。いってらっしゃーい。あ、イカス車乗ってますね。あ、ありがとうございます。いるよ。かっこいい。ジープですか。なんだっけこれ、ウィンキー。あー、ウィンキー、これウィンキーなのか。100万ぐらいで買ったの。なんかいっぱいありますよね、形。あ、そうなんだ。なんか、見ました、似たようなの。カスタムの幅めっちゃ広いですよね、これ。すいません、止めちゃって。うん、全然。ここのメカニックの人いないんですかね。あ、今、いや、あの、カウンターですごい、パカーンしてるの、あれ多分、メカニックの方です。あ、あ、ほんとだ。あ、すいません、ポリスメン。いや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 。ギブキギブキギブキ、イエスイエスイエス、ノーウェイノーウェイ、カムダウンカムダウン、ノープロブレム、オッケーオッケーオッケー、スリーツーワン、オッケーオッケー、ゴーゴーウェイ。警察みたいな車両ないかな。
消防みたいな車両はあるんだけどな。